皆さんこんにちは、石井忍です。大変ご好評いただいておりますヒロインたちのスイング診断、これは選手たち、各選手たちがですね、今年プロテストを受けるヒロインたちからいろんな悩みと同時にスイングが送られてきます。で、各選手に応じて、スイングの悩みに私が答えていくという番組なんですけれども、ご覧いただいている方の中にも同じような、お悩みを抱えている方が、いるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。今回の選手はタン・モエの選手です。どんな悩みがあるのかと言いますと、たまにアッパー気味に入ってしまい高い球の時があると、その対処法を教えてくださいということです。それでは動画を見てみましょう。はい、タン選手のドライバーですね。ねえ、すごい特徴的ですけど、僕がね好きですよ。ちょっとこうマッシュっぽい感じで、こううまくインサイドループさせてくるんですけれども、アッパーに入りすぎる、アッパーはいいんですよ、弱アッパーぐらいでもね。どうなんだろう、アッパーに入りすぎて高い球なのかどうかってところもありますからね。ちょっと見ていきます。大きなトップの位置から少し体の近くを通しながら、リリースしてうまく打っていってます。ドローだと思います。ね、いい感じに私は見えます。はい、こう見ていきましょう。でこれね、その彼女の波を解決しなくてはいけないんですけど、アマチュアの人にこの腕の使い方、まあ、ローテーションっていうじゃないですか、この回線の使い方で彼女の非常にためになる動きっていうのをちょっと後でちょっとだけ説明させてください。ね、で彼女の悩み、アッパーに入りすぎるってところなんですけれども、おそらく本人の中でアッパーに入りすぎるからすごく上から入れないといけないっていう感じはもしかすると今あるかもしれないです。でそれを、裏付けるシーンがあるんで、ちょっと正面のところからお願いします。あ、いいですよ、ここでも、はい、じーっといって、ね、フェースはね絶対最初開きません。右腕も絶対外旋しません。でこの先あたりから止めてストップ、はい、こうですね。でここから絶対上から入れるっていう感じで、かなりそのクラブを近くというか、こうシャフトをこう立てたいっていう意識がおそらくあると思うんですよね。でこの後ずっと、はい、でトップの位置もそうなんですけども、結構体の近くに来て切り返しも少しその体の近くに下ろしてくる。でこれによって上からガツンと、いつもこうアッパーがきついっていう、あの本人の中のストレスがあるんでしょうから、こう来て溜めて近くに来て上から下ろしたいっていうふうに見えるんですけれども、逆にこう近くに上がって近くに降りてくると、今度ここからこう解放が早くなってしまう、こうリリースも早くなりがちなんで、この後ちょっと見ていってください。でこういってこの手首の角度がだんだんもうこれ体に結構近いところを下ろしてきてるんで、耐えられなくなって、もうここら辺から割と解放が始まっていきます。でじわーっと、はいはい、ここで手元がかなりこう減速というか、少しスピードが遅くなってきて、ヘッドがどん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 、はいはいはい、こうですね。ね、ちょっとこの右の肘、あるいは右サイド、この辺のこう詰まり感っていうのもちょっと出てるのかな。だからこういう感じでアッパーに入りすぎる時があるんですか。このスイング自体はそんなに僕はね悪いと思いません。ただ彼女のミスする時はこう体の近くに降りすぎてしまって、バーンって解放して、リリースが速くなるっていうところなんだと思います。はい、できたらもう少しその体のから割と遠いところでクラブを使う方が、割とそのコックっていうのは
逆にこうキープしやすい。体の近くに下ろしてしまうと、近くに下ろしすぎてしまうと耐えられなくてバーンと解放、一気に解放してしまうんで手元の減速率も高くなるし、インパクトが、リピートしづらくなるっていうこともありますから、ちょっとそこら辺を注意するコツみたいなものをちょっと打席でやってみましょう。アッパーすぎてしまうっていうことですよね、ターン選手で。先ほど動画を見ながらもご説明しましたが、最終的にこうボールに対して少し弱アッパーぐらいっていうのは僕はすごいいいと思います。ただこうすごくこうアッパーすぎると手元もこう止まりやすいとかね、なんかいろんな、今度はこうパスも左になりやすい、要するにそのカットに振ってないのにカットになりやすいです、アッパーがきついと。ですから弱アッパーぐらいを、にするために、手元がこう体の近くに来すぎない、トップの位置もそうです。トップも体の近くに来て近くに切り返してくると、でこれこのまま打ったらもうさすがに上から入りすぎるんで、急いで手元を止めてキューッとこういうふうに、弱アッパーにしようと思うんだけど、近いと結局手元の減速率も高くて、すごいこう結局インパクト付近で手を使うことになっちゃう。ですからなるべく、まあいいですよ、もうこのトップの位置とかはもうそのまま行ってください、このまま。ただ少しね遠くに上げたい、遠くにで体のこう近くに来ないように遠くに上げて、少し遠めに下ろしてくるイメージ、遠くに上げて遠くに下ろすイメージ、これがあるだけで、おそらくそのガッターンってこう手を使ってしまう感じっていうのが、なくなってくると思います。で非常にこの先ほどそのアマチュアの方にも参考にしていただきたいと言ったのは、彼女のこのクラブの使い方、腕の使い方っていうのは非常にボール付近では、結構いい動きをします。僕も大好きな、使い方なんですけど、まずバックスイングの時に、アマチュアの方でうまくいってない人、こう開いてしまう、右手だけで離すと右手の外回り外旋来て、で今度は内旋来て内側に絞る、で今度降りてくるときに今度外旋する、要するに外内外ってなっちゃうと、これはねクラブ暴れちゃう。だからこうスティープになりやすい人も割とそういう傾向がある。ですからなるべく最初のうちにこうベローンってこう開かないで、ターン選手みたいな少し逆に手は内線内で外ってくると、もうここからはあとはもう捕まえるだけで済む。もう非常にダウンスイングは彼女の動きとか、まあ、マッシュウルフとかもそうなんですけれども、すごい複雑に見えますけど、実はここら辺の動きっていうのは極めてシンプル。それを作り出しているのは、まあ、あそこまで極端にやらなくてもいいですけど、少しこの開かないで上げておいて、で少し寝かせる、これはもう自動的に寝ますんで、あとはしっかり内側から捕まえる、この手の甲がターゲット方向に向く、もうこれだけで済むんで、とにかくバックスイングの初動でこういうふうに開くのはあんまり僕はお勧めしません。ですから彼女のスイングをちょっと腕の使い方を参考にして練習してみてください。少しこうですね、あんまりこうベローンと開かないようにこう保っといて、グリップエンドボール向けて捕まえる感じですね、内側こういう感じ。そうするともう一気に捕まってきます。ターン選手に言えばこう少し遠くに上げる、遠くに下ろす、インパクトする、まあ、この感じがイメージできると非常に良くなると思います。あと一つだけ追加、インパクトの形を、イメージをちょっとしてみたい。こう横から払う弱アッパーぐらいのインパクトをイメージします。弱アッパー、弱ハンドファースト、これぐらいの形をイメージする、形状記憶、形を記憶して、そこから上げて打つ、記憶する、そしてこの形にインパクトしてくる、
この形状記憶ドリルっていうのも追加でやってみてください。いかがでしたでしょうか。ターン選手、ね、こう横からこうボールを押せるようなインパクトになるとさらに安定すると思います。ご覧いただいているアマチュアの方もターン選手のこの腕の先ほどご説明した動き、ぜひトライしてみてください。